あ、はい、16対9の四角の中に生きる、よいしょ、あのタコ、タコ生きる、あ、生きる、なんだ、お尻ペンペンした男です。適当ね。ね、タコで空撮、先週雨でできなかった、なんとかしようと、はい、今日はね、風が穏やかなので、あの5メーターのタコでいけるんじゃないか、ね、今声がすごい大きいですけど、ね、声張ってね、頑張っていきたいと思います。これをつけてね、5メーターのタコでね、はい、ヘリに負けないような声を今出してますね。ヘリがうるさいんで、あのね、風がね、穏やかなんで、5メーターでいけると思います。風がきつい場合はね、これでもちょっときつかったんでね、まあどっちみち同じことだと思って、5メーター、あ、で、これにするとね、もうカメラがすぐね、重すぎて、こいつにしたら、ポロン取れちゃうんですよ、ポロンっつって。で、ビニールテープで補強してね、そのつける箇所で、なんか糸でこう、縫って、で、取り付けようかと思ったんですけど、風が穏やかなので、5メーターで行けそうですし、そんなことしてたらめんどくさいんで、ね、縫ったりとか、テープでペペッといける5メーターのタコで行きたいと思います。おやっこさんね、僕が初めてあげた、この動画の中で初めてあげたタコですね。やっこさん、やっこさんいいですよね。もうちょっと骨組みがあれしちゃったんですけど、まあとにかくあげます。今日こそ空撮いけるでしょねって言っていつも失敗してるんですけどね、まあ行ってきます、頑張りますって前回もやったような気がするんですけど、やってないかな、木には引っ掛けないようにね、前回木に引っ掛かっちゃって高枝切りバサミ登場、新品のやつね、新品高枝切りバサミの初めての仕事が、高枝を切るわけじゃなくて、高いところの枝切るんじゃなくて、タコを救出するっていうことになっちゃいましたね。まあもう火に引っかかるのは嫌ですし、でまた動画失敗するね、空撮失敗するの嫌ですから、今日はこのまま風穏やかなままいてくれ、うん、取ってきます、はい、いけるぜ、今日はいけるじゃん、今日はね、引きの絵がね、これ電池切れで、もうこいつだけの映像になっちゃいます。はい、
まあ揺れでね、ブレブレですが、まあそこそこ飛んでるんじゃないですかね、そこそこね、そこそこ。まあ結構飛んだんですけど、やっぱね、ここについてるせいでね、キックイックイってやったらね、こういちいちこう、うん、こう一番こう揺れるところなんで映像は安定しないですね、うん、だからこことかに次はつけての方が飛ぶのも安定するような気がして、うん、だから次はここじゃなくてここにつけて、うん、やってみようかなと思って、ダメだったらまあもうダメなんでしょうね、あれが限界、これが限界なんでしょうね多分ね、うん、まあまあそこ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 、うん、まあやっぱりね、うん、安定しないのか、うん、まあじゃあまあじゃあまあじゃあ